落合陽一さんは本当に大活躍でねあの僕は本当心配なのはあのなんかちゃんと寝てくれてるのかなっていうのは心配でよくツイッターで書いてますよねあの3つのフル,たなんかフルタイムの仕事をしてるようなもんだっていうだから恐らくだから経営者としてもちろん大学の教授学,習学生の指導教官としてとかセンター長なんかも今やってるみたいでそして、えー、とメディアでねいろいろ仕事をされてるっていう。 このののつでいいかなあまあとにかくあのすごくいろいろな活躍をされててでそれが僕はねあの落合さんすごいなと思ってで僕はメディアアーティストとしても落合陽一さんもすごいなと思ってましてあの渋谷でねえ直近だと「あのパルコ」じゃねえかなどこだったっけなどっかで落合さんあのやったんですよ。であのそれがとってもあのいい展覧会であの僕確かこの YouTube でもレビューしてあったと思うんで。 見ていいたただきたいんですけどメディアアートとしても非常に優れた作品をしてるなっていうで落合さんってやっぱりそのデジタルネイチャーって言葉ってね落合さんの、えー、ミッションステートメントをものすごくあ表している気がするんですけど僕はあの落合さんを一番最初にあのなんていうかあこの人面白いなと思ったのがあのデビュー作っていうかですね「えー、っと魔法の世紀か」かそうそうこれ「プラネット」なんだよね。 宇野さんいい仕事してるよなこの「魔法の世紀」を読んではこの人は面白いなってやっぱりいきなり2015年なんだね「魔法の世紀」を読んだ時にこの人はすごいと思ったんですねその後と首張であるデジタルネイチャーも「プラネッツ」が出てるだから宇野さんの「プラネッツ」がすごい落合さんのいい本を作ってるんですけど「魔法の世紀」読んだ時にすごいなと思ってで僕あのラジオやってるんですけど ドリーームハトってバッラジオやっててそこのゲストとしてもちょうど落合さんが来てくださってこんなね落合さんが大ブレイクして誰もが知るハウスホールドネームになる前なんだったんですけどあのとってもあの落合陽一さんの「その、うん、魔法の世紀」という、えー、作品で感動したです。ででまあもちろんあのお,、えっと、お父様はね落合信彦さんっていうあの国際政治学者で「ドライドライ!」って。 いうあのコマーシャルがあアサヒスーパードライのコマーシャルかなんかに出てらっし、まあ、じゃてまともに素晴らしい国際生理学者のお父さんもいらしてであの落,合さんよ落合陽一さんの方にねあの落合信彦さんにどんなことを学ばれたんですかというかどう,どういうお父さんですか何をお父さんから受け取りましたかみたいなことを聞いたら落合さんがあの父はなんかワインが好きでいいワインをたくさん持ってるんでそれで僕もワインの味を覚えましたっておっしゃってたのが。 すごい印象ととかそうか <laughs> お父様スーパードライのコマーシャルでったけどあのなんだあのワインなんだって <laughs> それがすごい印象残ってまあお酒はねお好きなんでしょうねまあでそれからあれよあるよという間に大活躍されててねあの筑波大学筑波大学ね本当にに今良くなってるんですよ。僕も、えっとね年前かな あの最初できた時ってやっぱりほら日本のね科学技術の最先端の大学を作ろうってうんでくばのうちにできたんですけどそれがどん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 ねあの文化としてこなれてきててでちょうどなんかあの芸術系のね学科もねあってね僕あの確かつくばでね仕事があって232泊ぐらいしたのかなその時につくば駅からつくばエクスプレス駅 <laughs> なんて言うんだっけつくばエクスプレスの駅あるじゃんあそこからなんかこうやって南北にこうやって通路があるんですよ通路っていうか人が歩ける。 そこはすごい気持ちよくてそこをこうやって、えー、と走ったらおそらくね旅ランの動画で上がってるかもしれないよねちょっと後で見つけたらツイートしておきますね。でそれで筑波大学行って筑波大学もできると本当筑波大学はすごいあのなんていうかいい研究拠点になっててねそれでねあのまあなんていうかあいい大学になってるなと思うんですけどそこであの学長補佐をされたりとかあとそのセンター長をされてたりして。 あの大学であのまあ僕もね大学院生の指導はしてたことがあったんであのすごく苦労ご苦労分かります。大変なんですよあの一人の大学院生に論文を書いていただいて学位を取っていただくまでお,お手伝いするっていうのは大変なことなんでね落合さんそれだけでも大変だと思うんだけどあと会社やられてるわけでしょねいろんなことをやる会社の経営者でもあるわけだよね。 で、メディアでああにやってると本当に頭が下がります。あのお茶酔い1は何人いるんだっていうぐらいですね。で、あの僕あのおいくで落合とか。でも何回かお話したことあるんですけど、まあ、すごくあの頭の回転も早いし、切れるし言葉に力がありますよね。その言葉にいろんなメッセージを載せる。まあ、そういう力があるから。まあそのテレビとかでも活躍されるのは。 あの当然だろうなと思うんですけどあとお茶屋さんってそのテクノロジーを通して作る戦争ワンダーみたいなのがあってだからなんかそのレーザー光線使ってなんかこうやってウィーってなんか天使が動いてるようなえあのああいうのとかねそういうことをずっとやられててなんかあの十分に進んだ技術は魔法と区別がつかないっていう有名な言葉があって確か、えー、っとお茶屋さん魔法の世紀でも引用されたと思うんですけどそういう魔法を作り出すあのまあ えー、そうすごい技術に長けてるんんだろううなぁと思うんですよで、その落合さんのですね、えー、お師匠さんが歴元忠一さんというまたこれ偉大な方なんですけども今東大に教授されててで僕ずっとソニーコンピューターサイエンス研究所で同僚なんで歴元さんのことは本当によく知ってるんですけどですからその、えー、と歴元さんはやっぱり教育者としてもすごい優れてて落合陽一という本当に、えー、スターを生んだわけなんだけどでも最近ちょっと面白いことがあってですね うん、これちょっと具体的な名前を出すと、まあ、<laughs> 某公共放送 <laughs> 関連の、えー「ズームバッ白チ愛」っていうね番組をやってらっしゃるんですよね。であの、うん、と最近もあの丹さんオードリー・タンさん台湾のあと,、えーと,ガルプえー、とマルクス・ガブリエルさんあの、えー、とドイツのねあの、えー「世界は存在しない」っていうあのす素晴らしい哲学賞を抱えた。 あの3人との提談っていうかあの番組やってたじゃないですかで、えっと、そこにも関わってるある、えー、とまあなんていうか公共放送関係の名物プロデューサーがいるわけですよまあとてもとてもいい方なんですけどその方と,と話してて <laughs> これマジでマジかよと思ったんだけどあのお,いやお茶屋さんの番組に関わってるんですよだからそのね公共放送のプロデューサー自転車とか乗る人が乗るのが好きな人なんですけどそれで。 あの喋ってて「落合陽一さんいいですよね」って言ってて「でいやだやっぱり歴元純一さんの研究室でやっててああいうスターが出てきたのすごいですよね」って言ったらあのそのプロデューサーが「えっ落合さんって歴,歴元純一さんの研究室いたんですか?」って「お前それ知らないでやってんのかよ」ってなんかもう, <laughs> もう本当にウケちゃってる、ね、あの「ねちょっとまずくないですか?」っていうぐらいだからいや歴元純一さんってのは本当に偉大な研究者なんですよヒューマンインタラクションの。 本当にすごい方なんですけどもうだけどそのえっ、ー、とれ,れっきもとさんのお弟子さんが落合陽一で落合陽一さんはれっきもとさんのお弟子さんだってことを知らないで落合陽一さんの番組に関わってるというですね <laughs> そういうすっとばけたらまあいい大物プロデューサーがいるんですけどあのそれからい何か落合さんはあの。 知名度が高くなってんのかなっってのかそのうちあれだよね落合信彦って落合陽一の親だったらしいぞみたいなふうに言われるのかもしれないですけどもまあ以前そのあと落合さんの僕お面白いなと思ってるところはその日本のそのわびさびとか、えー、とそういうなんか日本の伝統的なそのなんての価値観物のあれとかそういうものと先端技術を結びつけようとしてるところが。 すごいい面白いなと思ってこれなんか、ね、やっぱりね本当に鋭い着眼点だと思うんでですよでそれはおそらく落合さんのずっとやられてることに一貫してることなのかなぁと思うんですよね。あの例えばだからその天使がなんかレーザー光線みたいので動くみたいなやつだってそのああ淡いというかあるものとあるものの間で、えー、惑うそういうものを、えー、なんか表現していると僕は思うんで。 だそういう意味においてはあのなんか、うん、日本のそういう、まあ、例えばだから湯川中間子湯川秀樹さんが中間子中間子理論を考えたときにその、えー、と地下を媒介する粒子が、えー、の有限の寿命を持っていてで消えちゃうこともあるってこれだからその、まあ、東洋思想の影響があったっていうような考え方もあるじゃないですか。湯川さんその有名な学者の えーみまあ、家に生まれてその子供の頃から漢文の所属なんかをずっとやってて小川家ですよね小川家で生まれてでそういうことが湯川さんの、あのー、中間資料の、あのー、ができる上で10年役を果たしたんじゃないかって話があるんだけど、あのー、落合陽一さんがその日本のそういう伝統的な美意識とかそういうものを大事にされててでその中で、あのー、そういうテクノロジーを作ってるっていうことについてはあのー、僕はそう本当に。 面白いなと今後のそのそ発展が楽しみだなと思ってるんですよ、ね、だからあの本当に気をつけてほしいのは健康のことだけですかねちゃんとご飯食べてほしいななんだかカレーをストローで飲んでるみたいなイメージが <laughs> あのあるみたいでいやあのどうなんだろうと思ったけどとにかくあのね健康に気をつけていただいてあとそのお父様の落合信彦様本当に素晴らしい国際政治学者ですけどあの。<laughs> ね、せっかくお父さんに美味しいワインの味わい方とかも教わってるわけだからたまには美味しいもの食べてほしいなって忙しいんだろうけどたまには美味しいもの食べてほしいなっていうのが僕の、えー、感想ですね。とにかく落合さんあの、えー、筑波大学にとってもすごい重要な人だと思いますしもちろん日本の科学技術にとってもね重要な人なんで、えー、ますます活躍していただきたいなとそして、えーと「プラネッツ」から出てるねあの素晴らしい著作のシリーズありますけどももちろん他の え著作も素晴らしいんですけどまあこれからもそういうなんか面白い本を読んで行、えー、きたい読ませていただきたいなとあとはメディアアーティストとしてね、まあ、最近写真とかも撮られてますけど、えー、ますますそういう素晴らしい世界を見せていただきたいなと思っております。はいえー、以上です。<laughs>